一致は夫と自分の妹との距離が近いことが、前から気になっていた。飲食店店長の夫は妹をバイトとして雇い、休日も理由をつけて、二人で出かけてしまう。ある日怪しんだ一致が尾行すると、なんと二人はホテルに。泣きながらすべてバラすというと、なんと夫は、妹を連れて駆け落ちしてしまった。夫が残した借金などの始末に追われる一致。しかし10年後、何食わぬ顔で現れた夫が、もう一度やり直そうと言い出して。10年前妹と駆け落ちした夫。戻ってきたので失踪中の出来事を伝えると。失踪のニュース見て思い出したけど、実は私の夫も失踪したんだよね。それも私の妹と。ちょ、マジ？詳しく話してよ。それって駆け落ちってこと？一致は二人の関係を怪しいって気づいてた？それが当時は全く気づいていなかったのだ。大学生の妹は、私から見ても若くて可愛いので、30代の夫が構いたくなっても仕方ないと思ってた。だから妹だけにスイーツを買ってきたり、好きな音楽を尋ねて、自分でも聞いてみて。その感想を妹に伝えたりしていても、いいお兄ちゃんぶってるな、としか思わなかった。しかし妹は、そんな夫の振る舞いを、本気で嬉しがっていたようなのだ。夫が、若い子に人気のケーキを買ってきた時も、飛び上がって喜んだ挙句こんなことを言い出した。お兄ちゃん、ありがとう。このケーキ、可愛くて美味しいんだよね。お店のカフェも素敵だって評判なんだよ。そうだ、今度の休みに一緒に行こうよ。私は慌てて口を挟む。ねえ、大学生のあなたと違って、夫くんの休みの日は貴重なのよ。またの機会にしてあげて。雇われではあるが飲食店の店長をしている夫は、週に6日も出勤しなければならない。貴重な一日は、できれば夫婦の時間に当てたいのだ。でも妹は私の気も知らず、ふくれっつらをする。もう、お姉ちゃんってば、いっつも反対ばかり。お姉ちゃんはいつもお兄ちゃんと一緒なんだから、たまには私に貸してくれてもいいじゃん。貸すってなんだよと思いながらも、私は夫が断ってくれることを期待して見つめる。けれども夫は、私の視線にも気づかず、ニコニコしながら妹にいいよと言ってしまった。妹ちゃん、将来カフェ開きたいって言ってたしな。俺もケーキ店みたいな別の店を見るのは勉強になるし。車を出すよ、何時に行こうか？夫は私のことを誘うともしなかった。まあ私は歯医者の娘で厳しくしつけられたせいもあり、甘いもの全般が苦手なのだが。それでも一言、声をかけてくれてもよかったと思う。こんな感じで、いつの間にか夫は、休日を妹と過ごすことが増え、私は蚊帳の外。これではいけないと夫にも直談判したのだが。だって妹ちゃんが行きたいっていうの、断れないよ。俺も若い子のトレンドが知れて勉強になるし。と、全く私の気持ちを分かろうとしなかった。業を煮やした私は、とうとう大声を出してしまった。そういうことじゃなくて、週に1日しかない休日に、終日妹と出かけることないでしょって言ってるの。だいたい、妹と友好のお店に行ったって、勉強になるわけないでしょ？そんなの、ただの食べ歩きで太るだけよ。最後の言葉は、最近メタボ気味になっていた夫には、皮肉に聞こえたのかもしれない。カチンときた表情で、こう言い返してきたのだ。そんなことないよ。妹ちゃんはいつも、俺みたいな店長に憧れるって言ってるし。それに一致と違って、妹ちゃんは俺の話を聞いてくれるんだ。お店で失敗した話をしたって、妹ちゃんは慰めてくれるけど、一致は余計なアドバイスしかしないだろ。店の酒で酔いつぶれてしまって、客の車で送ってもらった、なんて話を聞いたら、飲みすぎるなとアドバイスするしかないではないか。私に言わせれば慰めようとする妹の方がどうかしてる。けれど夫は、私がたしなめればたしなめるほど、妹に近づくように。そしてとうとう妹を店のバイトに雇い、日中はほぼ一緒にいるようになってしまったのだ。当然、私は妹にも文句を言った。けれど妹も何が悪いのかわからないという感じで。お兄ちゃんのところでバイトするなら安心だもん。お店の経営についても、お兄ちゃんが教えてくれるから楽しいし。お姉ちゃん、お兄ちゃんのこと束縛しすぎなんじゃない？男の人は少しは自由にしてあげないと、息苦しいみたいだよ。などと言って、かえって哀れまれる始末。もう私はお手上げ状態で、仲のいい兄弟ごっこに、二人が飽きるのを待つことしかできなかった。でも、そうやって私が手をこまねいている間に、夫と妹の距離はどんどん近づいていったらしい。私がそれに気づいたのは、またも休日に車で妹と出かけた夫が、行き先として伝えてきたレストランと、麻薬の方向に向かっていると知ったとき。
免許証を最近更新したばかりの夫が、うっかり忘れていったので、追いかけて渡してあげようとしたのだが、夫の車はもう車庫を出た後、携帯で電話しても留守電になるばかり。仕方ないので車の GPS を起動すると、夫の車は、大通りを抜け人気のない方に向かうではないか。数年前、近所で車の窃盗が流行ったため、つけていた GPS 機能だが、まさかこんな時に役に立つとは、と思いつつ、監視していると、やがて車が止まる。地図で調べると、そこはホテル街。私はその時、自分の顔が真っ青になるのが分かった。どうしても自分の目で確かめたくなって、私も車で地図の場所へ。するとやはり、見覚えのある夫の車が、駐車場に止まっていた。そのホテルはビジネスホテルで、レストランも併設されていないタイプ。つまり、いつもの食べ歩きで来るはずがない場所だ。怒りで沸騰しそうな心をなだめつつ、待つこと4時間。腕を組んだ二人が楽しげに笑いながらやってきて、車に乗ろうとした時、私は思わず飛び出した。あんたたち、何をしているのかわかってるの。夫くん、妹に手を出すなんて最低よ。こうなったら全部バラしてやるんだから。今まで騙されていた悔しさも相まって、私の口調はかなり過激になっていたと思う。お姉ちゃん、誤解よ。お兄ちゃんと私は、食べ歩きの前に、ちょっとロビーでコーヒー飲もうとしただけ。コーヒー飲むのに4時間もかかるわけないでしょ。バカにしないでよね。その言葉に青ざめる二人。多分、ホテルに入ったあたりから、見張られていたと気づいたのだろう。全部言ってやる。こんなこと知れたら、あなたのご両親も、もう甘い顔はしないわよ。浮気している暇があるなら、今すぐ借金を返せ、って言ってくるんじゃない？結婚前の話だが、カードが焦げついた夫のため、遠方に住む乙女が何度か金を貸したと聞いている。今は真面目に働き、少しずつ返していると、私は夫から聞いていたが、夫の青くなった顔を見ると、それも疑わしくなってきた。あんたが私の夫と浮気してるって、父さんと母さんにも言うからね。大学の学費、誰が出していると思ってるのよ。妹の顔を睨んで言うと、こちらも途端に焦り出す。お姉ちゃん、パパとママには言わないで。もうこんなことしないから、ね。妹の甘ったれた根性は、初めて会った時から変わらないと思いつつ、私は冷たく言ってやった。知らないわよ。お母さんが最初の結婚で離婚した理由、あなたの父親の浮気だって知ってるでしょ？だから私たちには耳にタコができるぐらい、浮気するような人になるなって言ってたのに。実は私と妹は実の姉妹ではない。私が中学生の頃、男や揉めになっていた父と、離婚して妹を育てていた母が再婚したのだ。妹は当時7歳だったので、私も普通に妹を可愛がったつもりである。妹が私のものを欲しがると何でも譲ってあげたので、少し甘やかしすぎてしまったのかもしれない。でもまさか22歳になってる妹に、夫を取られるとは想像もしていなかった。妹を睨みつけるのに忙しくて気がつかなかったが、いつの間にか夫は車に乗り、エンジンをかけていた。妹ちゃん、乗って。飛び上がって、夫の言う通り乗り込む妹。待ちなさいよ。私の止める声も聞かず、夫と妹は走り去ってしまったのだった。浮気の現場が見つかったからって、まさか逃げ出すとは。これからどうするつもりなんだろ？こういう本能で生きてる奴は、多分何も考えてないよ。一致の隙をついて逃げ出した夫と妹。なんと二人は店の金を持ち出し、離婚届を置いて行方知れずに。店のオーナーから損害賠償を請求され、苦しむ一致。それでもなんとか家族の協力で乗り切った10年後、ふらりと夫が実家に現れ復縁を匂わせる。頭に来た一致が状況を説明すると、夫は真っ青になり逃げ出したのだった。夫が泡を食って逃げ出した時、私にはまだ余裕があった。GPS で行き先はわかるので、放っておこうと思ったのだ。それよりも先に家族へ説明をしなければ、と思った私は、両親に見たことを打ち明ける。父は腕組みをして黙っていたが、母はポロポロと泣いて、何度も私に謝ってきた。いっちちゃん、ごめんなさいね。仲がいいとは思ってたけど、まさか浮気してたなんて。あの子には何回も、夫くんに付きまとうのは、やめなさいって叱ったのに。やはり母も、妹が夫に近づきすぎるのを、よく思っていなかったらしい。何度もたしなめたのだが、その都度夫が仲裁に入り、妹をかばったのだという。飲食業界に興味がある妹ちゃんに、付き合ってるだけですから、気にしないでください。私の配偶者である夫にそう言われてしまえば、義理の母親としてはそれ以上突っ込めないだろう。それで、一致はどうしたいんだ？何もかも、お前の気持ち次第だよ。
歯医者をしながら私を育ててくれた父は、本当は娘の私に後を継いでほしいはずなのに。そんな素振りをちらりとも見せなかった。いつも私の意思を尊重してくれる父に、私も決意を込めて伝える。もうこうなった以上、一緒に住めないわ。妹も信用できなくなってしまったし。逃げた二人が戻ってきたら、離婚するから後は勝手にというつもりよ。もちろん、夫くんから慰謝料は取るけどね。さすがに妹からまで、慰謝料を取り立てようとは思わない。多分妹は昔のように私の持っているものが欲しくて、手を出したという感覚なのだろうから。私と母から説教すれば、反省する見込みはあるだろう。しかし私は、そんな甘い考えでいたことを、次の日悔いる羽目に。夫と妹がいつまで待っても帰ってこないので、私は GPS で車の行方を探した。車が止まっているのは夫の店の駐車場だとわかり、父と一緒にそこに向かったのだが、車はあるものの、夫と妹がいない。店のドアも開けっぱなしだったので、中に入ってみて驚いた。店のレジや金庫が開きっぱなしの上、空っぽになっていたのだ。おまけにテーブルの上には夫の携帯と、緑の紙が一枚。これ、離婚届じゃない。ショックを受けている間にも、店の状況を見た父が、おまわりさんを呼ばなきゃと言い出す。そこで私ははっと気づき、父を止めた。お父さん、待って。この店は夫のものじゃなくて、オーナーのものなの。彼に話さないまま、勝手はできないわ。幸い、夫から紹介された時に、名刺をもらっていたので、そこに掛け事情を告げる。慌ててやってきたオーナーは、店の金が全て消えていると知り、難しい顔になった。困ったなぁ。レジに入ってたのは昨日の売り上げだから、大したことないんだが。金庫の方には、仕入れ先に払うためのお金が入っていたんだ。今週の土曜までに払えないと、いろいろなところに迷惑をかけてしまう。交番で被害届を出したって、すぐにあいつらを捕まえるのは無理だと思うし。ああ、どうしたらいいんだ。悩むオーナーが気の毒だったが、私もどうしたらいいかなんてさっぱり浮かばない。3人でやはり交番に行くしかないか、と考えていた時、駆け込んできた人たちがいた。夫の乙女である。昨日の夜電話で、夫の浮気を伝えたので、朝一で飛行機に乗って家に来たらしい。乙女は、店を見回し唇を震わせた。一輝さん、これを息子がやったの？あの子は泥棒までしてしまったのね。泣き崩れる乙女を慰めながら、厳しい顔で立ちすくむ乙女に、私たちは交番に行って、被害届を出すつもりであると伝える。すると、乙女の顔がみるみる歪んだ。一輝さん、オーナーさん、息子が本当にすまない。でも被害届は、訴えるのは待ってくれないだろうか。びっくりする私たちに、乙女が理由を話してくれた。実は今、夫の妹である琴音に、いい縁談が来ているのだという。相手は地元の名士なので、もし兄が窃盗犯となれば、ほぼ確実に破談になるというのだ。娘は、私らが息子の借金を肩代わりしたせいで、学費が足りず私立の大学に行けなくても、文句一つ言わず国立の大学に合格してくれた、本当に賢く優しい子なんです。そんな娘に、これ以上兄のせいで、肩身の狭い思いをさせたくない。オーナーさん、どうか弁済という形で、ことを収めてはいただけませんか？うとの娘を思う心に、私も父も打たれた。私たちからも頼むと、オーナーは渋い顔をしながらうなずいたのだが。2000万。そんなにするんですか？オーナーが仕入れ台帳まで見せて説明してくれたが、店で使う食料から酒、調味料などの、半年分の仕入れ金額がそのくらいになるのだという。今勤めている会社を退職し、退職金で払う、などと悲壮な顔で言い出した後に、ストップをかけたのは私の父だった。うとさんがそこまでする必要はないですよ。幸い、私にも娘にも蓄えがありますから、2000万円はこちらで払います。その代わり、やっていただきたいことがあるのですが。父の提案に最初は目を白黒させていたウトだが、やがて納得したのかうなずいてくれた。その後、店は別の店長を立てて再開。私は家に両親と暮らし続け、そのまま10年経った。あれから一度も妹と夫から連絡はなく、私は彼と結婚していたことすら忘れかけていたほど。だから夫が家に現れた時も、最初は全くわからなかった。歯医者に来た患者が入り口を間違えたのかと思い、こちらは歯科医院の入り口じゃないんです。入り口はその角を曲がったところにありますから。と言って、ドアを閉めようとしたのだが、その手をガシッと掴まれる。何をするんですか、話してください。するとその患者らしき小太りの男は、にやりと笑って言ったのだ。指輪をしていないところを見ると、まだ独身なのか？お前さえ良ければ、また復縁してやってもいいぜ。はぁ？
何をいきなりと思って見上げると、太って別人に近い夫の顔がそこにあった。ムカッときた私は手を振り払い、大声で夫に向かって叫ぶ。よくここに来れたものよね。店から盗んだ金でも、今頃返しに来たの？すると夫は罰の悪そうな顔になりながらも、するりとドアの内側に入り込んできた。そんなこと言うなよ、昔のことじゃないか。おまわりが一度も来なかったところを見ると、親父が多分穴埋めしてくれたんだろ？自分の老いた親に後始末をさせて、平気な神経の持ち主だったとは。軽蔑の目で夫を見ながら、気になっていたことを聞く。妹は？あの子とは一緒じゃないの？途端に夫はしかめっ面になった。あの恩知らずなんか、どうでもいいよ。飲み歩いていたら、知らない男とくっついて、いつの間にかいなくなっていたんだ。夫よりもっと若くていい男を、見つけて乗り換えたということだろうか。そんなことより、まだここで俺を待っててくれたんだな。離婚届は出さなかったのか？だったらもう一度。にやけた顔が気持ち悪い。手を取ろうとする夫を、パシッと振り払った私は、言いたくてたまらなかったことをぶちまける。もう亡くなった人とやり直すなんて無理でしょ？お会いにく様、私は幽霊と夫婦になる趣味はないの。は？何寝ぼけたこと言ってるんだよ。ちゃんと足はあるぜ。笑いながら足をブラブラさせる夫に、私は爆弾を落とす。え、知らないの？あなたが妹と駆け落ちしてすぐ、裁判所に、宇都さんと留さんが失踪宣告を申し立てたのよ。7年経って認められたわ。つまりあなたはもう法律的には生きてない、幽霊だってこと。幽霊と再婚したいなんて思うはずないでしょ。それに、と続けようとした私を、真っ青になった夫が遮る。そんな、嘘だ。親父とお袋が、そんなことをするはずがない。夫にとっては、息子に甘い両親だったのだろう。でも現在の乙女は違う。乙女の将来を守るために、あの日乙女は夫を切り捨てたのだ。私と父が乙さんたちにお願いしたのよ。あなたが駆け落ちするとき盗んでいったお金を、こっちが弁済するから。代わりに息子の失踪宣告を申し立ててほしいって。もちろん私からもできるけど、乙さんたちが手続きした方がスムーズだし。7年であなたに失踪宣告が下されたおかげで、私も一人身に戻れたわ。夫が驚いた顔で私を見た。え、離婚届を置いていっただろう？それで離婚したんじゃなかったのか？ふんと鼻で笑う私。何も署名していない紙一枚置いてあっても、何の効力もないのよ。離婚するつもりだったなら、せめて自分の欄にサインぐらいしておきなさいよ。まったく、気が回らないにも程があるわ。白紙の離婚届を見た時には、腹綿が煮えくり返ったものだ。でも、私が夫と法的に別れるには、失踪宣告を申し立てるしかないとわかり。乙女が決意するきっかけになったので、その点だけは良かったと思う。夫は自分が亡くなったことにされたと知り、ショックを受けていたが、それでも私にすがろうとするのをやめなかった。じゃあ一致と結婚すれば、また戸籍が作れて生き返れるじゃないか。なあ、頼むよ。今度こそ心を入れ替えて働くから、俺とよりを。夫のセリフは、家の奥からのオラーという、火のついたような赤ん坊の泣き声で中断された。え、なんで赤ちゃんが？戸惑う夫に、私は冷たく告げる。なんで指輪をしていないぐらいで、独身だなんて思い込んだの？あなたと暮らしていた時も、私、指輪してなかったわよ。肌がかぶれやすいから。あ。今頃そのことを思い出し、口をポカンと開ける夫。2年前に結婚したの。夫は司会だから、父の後を継いでくれたのよ。今は父と一緒に患者さんを見てもらってるわ。泣いている赤ん坊は、もちろん私と司会の夫の子。去年生まれたのだが、その可愛さに、家族全員がメロメロになっている。結婚して、子供まで。人を幽霊にしておいて、自分だけ幸せになるなんて、ひどすぎるだろ。自分のしたことを棚にあげてわめく夫に、私はきちっと言ってやった。宇都さんに言って失踪宣告を取り消してもらう？それもいいわね。でも忘れないで。あなたが盗んだお金は私と父が弁済したの。もし生き返ったら、どんな手を使ってでも、2000万円を返してもらいますから。金を返せと言われ、真っ青になって逃げ出した夫を、ドアから見送った後、私は乙女に一報を入れる。やはり乙女は夫を許す気はなく、家に現れても追い払うそう。名家に嫁いで幸せに暮らす娘の幸せを、壊されてたまるかと憤っていた。ちなみに、今どこにいるかわからない妹の、失踪宣告申し立ては母が行った。自分で産んだ娘の始末は、自分がつけたいと、固い表情で言う母が気の毒でならなかったものだ。妹もやがて誰かと結婚したいと思うだろうが、その時になって、
自分が亡き者とされているのに気づくだろう。もちろん相続もできないから、父と母が亡くなったとしても遺産ももらえない。いつか困って我が家に現れても、その時は夫と同様、門前払いにするつもりだ。私はもう、夫も妹も甘やかさないと決めたのだから。失踪宣告されてるなら、復縁なんて無理だよな。生き返りたいなら、盗んだ金を返せってことか。2000万円を使い果たしたから、また一気にすがろうとしたのかな。一気みたいないい女が、いつまでも独身なわけないじゃん、バカだねー。今回は、妹と駆け落ちした夫が10年後に現れ、復縁を持ちかけたので手厳しく跳ねつけた話でした。もしもあなたが一致のような目にあったら、どうしますか？コメントにて教えてくださいね。今回も最後までご視聴ありがとうございました。ちなみに、最高裁の統計では失踪宣告の申し立て件数は、近年は約2000件台で推移しているそうです。